はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ原始編、村から追放されたところですね。とりあえず匂い嗅いで、結構いろいろモンスターとかいるな。だいぶ広そうだな。戦うのは戦っていく。これさ、なんか遭遇ポイントがわかんねえんだよな。常に移動してるからか。はてな、怪我は。あれでも今モンスターだったよね、戦闘になったけど。げっ、サービル大会とかめちゃくちゃ凶悪じゃん。それあれか。あ、ウィークになってる。村の警備も頑丈になるよね。どんだけ食らう。強すぎる。攻撃できるところで攻撃をしていきたいな。数を減らすのも重要だけど。反撃あんのかよ。反撃で146とかもう半分以上持ってかれんじゃん。でさ、なんかないのマジで。これ死ぬっしょ。生きてる。ベルなんて絶対一撃で死んじゃうよ。あ、しかもちょっとマス目がでかいな。4マス持ちか。あ、なんか恐怖になってんな。いや、先に上を片付ける。攻撃させない。ゴリ。もう遠距離でなんとかするしかない。変顔で惑わす。レジストあんのかよ。無理だ。じゃあ蹴りに弱いのか。倒せない。ちょっと残った。で、あ、先にこっちが来たか。このお嬢様が少し戦力になってくんないときついな、この先。怪我は。あれ、フレイフレイって回復じゃね、もしかして。ちょっときっちり戦闘を行って経験値を稼いでいかないと後々やばそうだな。少し稼ぎの回に入るかもしれない。開けておけるよ。いや、弱点これか。ウホプ。ヒットポイントは少ないんだっけ。42。いや、反撃されるのが本当にきつい。こいつしかもなんか何も装備できねえからさ、めちゃくちゃ食らうんだよね。で、フレイフレイは、あ、みんなを回復させるはすごいな。しかも攻撃力アップとかのバフもつきそう。弱っ。よし、レベルアップ。いや、1レベル上がるだけでもだいぶ違うかな。グイグイ。もうこれ以上レベル上げるのきついよなっていうくらい上げてった方がいいかもな。おい、どうだ、動いてんだな多分。ゲッ。こんなん無理だよ。ちょっと待って、どうする。グイグイ、何、麻痺か。麻痺に弱いとか。これ範囲攻撃になる。あ、そういうことだ。ちょっとやってみよう。ちょっと弱いけど毒った。毒のダメージ全然だな。うわ、一発で致命傷になる。これ毒のダメージの踏みつぶし。なんかこれ蓄積がすごいな。どういうあれになってんだ。変顔を惑わす。しかもミスってるし。あ、めっちゃ下がってるわ。それ毒のダメージ本当にこんなにさっていうほど入る。あ、回復量は半端ない。
これで攻撃力上がって。防御力と攻撃力上がってほしかったな。まあただまず一匹で、なぜだ、なぜ効かない。とりあえずウホウホしとこう。もともとの攻撃力が弱すぎる。ちょっと一回フレイフレイは9マスだからこいつを中心に組もう。53で弱点。もうなんかさ種別が多すぎる。グーグーがいけんな。眠らせられるか。お、範囲がすごい。その割には寝ないな。こいつの比較的食らう。まあまあまあ食らうな。寝てるやつはじゃあちょっとほっといて。あれ、これって複数攻撃いける？あ、いけるけどあんま強くないんだよな。あ、これさ自分も食らうんじゃない？毒沼地。回復はもう常にしとこう。あ、サーベル大会起きてんな。毒の沼地で死ね。毒の沼地のあれがわからんな。倒した。あんまり近づきたくないんですけど、やつの近づくのを待つか。しまった、連打したらなんか武器になっちまう。うお、下げられた。ひたすらフレフレしてくれ。よし、あと1匹。これでちょっと毒の沼から撤退しよう。87。かけ。ミスってるし。逆に痛い。ドカドカがまあ安定だよね。遠く行っちゃったけど。いや、こっちパスしよう。決める。いや、長い戦いになってしまった。しかしその分収穫はある。何も覚えない。あ、そんなわけでちょっと稼ぎます。やべ、マンモスが出てきた。とうとうこいつら寝ないかな。あれ、なんかチビマンモスみたいなのもいる。とりあえず寝ててくれ。ゴリにどうだ。お、寝た寝た、めっちゃ寝た。今のうちで、今のうちにマンモスやばそうだな。ナウマンゾウか。強すぎる。めった殴り。うおこれはやばい、ガチでやばい。ちょっともうひたすら寝ててもらおう、こいつらには。いけ。お、あれ結局起きちゃった。で、そこからじゃあここにあると2人行く。サーベルタイガーも結構厄介だからな。なんかこいつら倒すとさ、
親が怒り出すとかそういうのはないか。自分の心がまず毒になるからな。鼻むちって何？痛い。ゴリさんもとっとと動こう。意外に痛いからね。でこれでいけるか。よし、オッケー。俺は強くなったはず。じゃあちょっと変顔しておこう。よし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 、これめちゃくちゃ下げられる。痛い痛い痛い、これ異常だよな。ちょっとやばいな、位置取りがよろしくない。一回パスして、でこいつを2発当たればいけるはずだ。いけなかったけど、もうひたすら下げるか。これって2人当たる？2人当たるわ。よしよしよし、中いろ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 で一歩動いて回復しよう。間に合ったな、ゴリさん。でサーベルタイガー恐怖になってるからどうなんだ。あいつどっか行っちゃった。攻撃はしてくるから。ゴリさん前線に出すとマジ危険だよな。防御力なさすぎるもん。隠すと決める。2ヒットしてなかったよな、さっき。やっぱりでもう反撃を食らわない。これでいこう。あすげえダメージ当たってる。いて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 、え、スナビって引っ張ると回復するんじゃね。あ、でも大したあれではないか。もう女王様は完全に回復薬。狙われたら多分一発で死ぬ。でブンブンとかって何？一応弱点にはなってんな。なんか投げるのか。あ、自分が一回投げろ。これ結構ダメージが通るようになってきたかな。スナビそこまで回復量がないからパス。アイテムって何、片石とかでももうちょっともったいないかな、こいつらごときに使うのは。でグイグイはどうでしょうか。鼻むち、うん、武器を作りたいな。武器っていうか防具。よし、毒で、毒で死ね。倒した。いや1セット1セットがなかなかきついんだけど、その分いや経験値が半端ない。めちゃくちゃ手に入れた。しかもガボラッチョ、なんかどんどん強くなってはいる。1セントを終えるごとにちょっとずつ楽になる。また新しいやつ、原始バイソンとかいうのが出てきた。ここはちょっとグイグイで麻痺させよう。麻痺しろ。お麻痺した、やった。でうんこ投げつけて毒まみれにもする。でこいつ近づけなくなっちゃったな。パスでドカドカでいけるか。うん、余裕だったな。原始バイソンの、あんまり経験絞ってねえや。ルール
ルールはめちゃ強いは強すぎなんだけどなんだこれよし、あと俺がなんとかしよう。あ、キコキコとかに覚えてるな。発火、大発火だな。こいつはもうルールで大丈夫。そうやって火を起こすからキコキコね。まあまあまあだな。あ、なんかでも火傷のあれになってんな、地形が。いいねいいね、どんどん強くなってるわ。まあそんなわけでだいたいここは狩り尽くしたので先へ進んでいきましょう。あれ、もうこいつらの隅か。俺は強くなったぞ。貴様らがそこで安穏としている間に、気配を感じたか。やつらが来る、出撃だ。あれ、逃げてった。かわいそすぎる。そして、あ、ちゃんと閉めたか。開けっぱなしかと思ったら、俺のこの強さにかなわぬと悟ったか。だが引き際がいいな。あれ、またつけた。肉結構持ってるよ、結構手に入れたから。これはなんだ、追尾弾か。おならが火に当たったらもうこれ大爆発でしょ。ほら、それだけで済まされるのがすげえな。結構元気じゃん。もう何も食料は残ってないのかな。ごめんなさいごめんなさい、気にするな、お前のせいじゃない。てかゴリさんマジで何者なんだ。あれ、ここは幻惑を見せられている。そういった類の妖術か。っていう夢。こいつマジで戦力なのに。アホすぎだろ。そもそもゴリさん大丈夫か。行くぞ。ダメだ、戦力が乏しすぎる。1対1か、望むところだ。え、ひどい。
何、正々堂々と勝負をするつもりか、うん、敵ながらあっぱれ、うん、いいだろう。前回の俺と一緒だと思うね、ザキ。さて寝るかな。ウォーウォーがすごいな。中かこれ。あ、そうだよな、待機中だな。いやでも奴が来る前に風をつける。近づかせはせんよ。来る前にどれだけ減らせられるか。もうそろそろ限界だな。また3分の2は残ってるか。弱点はなんか当たんねえかな。微妙なあれだな。体勢に毒があるくらいか。しょうがないな、寝るかもしれん。寝ていてもらおう。これ弱い、攻撃は弱いんだよ。さすがに寝ないな。肉弾戦でいくか。191残りヒットポイント。あ、事件。さてどうしよう。あー、ウフープーもでもあれなんだ、ガボラッチョ。ヒットポイント減ってないけど、一応遠距離ということで。こいつもやばくねえか。最後は文明の力、ゴゴンか。無駄だ、気を恐れよ、燃えよ。経験値ちょっと四角ね、しょぼすぎる。俺が強くなりすぎたか。お前らがここで安穏として間に何匹飼ったと思っているんだ、獲物を。開かない。ゴリ。お前の力ならいけるはずだ。二人で行くか。投げつけるんかい。開いた。こいつの肉体どうなってんだ。奥へ行こう。あ、でこの子をさらう理由は何だ、そもそも。やるな、さすが頭脳派。やるな、さすが頭脳派。いやーでもこの子強かったのにな、戦力ダウンだな。すげえな、持ちながらついてってるわ。あれなんだ、こういう時は上へ行くのが相場。なんだあの古代生命体みたいなのは。いや違うだろう。あ、そうだった。
うん、重そう。あれでもすぐ上があれだな。まあいいか。というところでちょっと落とされてしまったところになりますけれども、ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。